On December the 30th, 2022, around from 7 p.m. to 8 p.m., a strange light phenomenon appeared in the night sky. The mysterious light was witnessed by many people in China, South Korea, and here in Japan as well, and some of them are photographed and filmed on videos. In response, the South Korean government announced an official view that it was due to a rocket launch test, and Japanese scientists have also explained that way. But if it was a rocket launch test, why were the photos taken in Kyoto and Miyazaki Prefecture about 600 kilometers away to each other? 2022年12月30日午後7時から8時にかけて奇妙な海溝現象が現れました。その海溝は中国、韓国、そしてこの日本でも数多くの人たちによって目撃され、その一部は写真に撮られたり動画で撮影されたりしていました。これに対して韓国政府はロケットの発射実験によるものだと公式見解を発表し、日本の科学者もほぼそのように説明していますが、ロケットの発射実験によるものなら、どうして京都と宮崎県で写真が撮影されたというのでしょうか。互いの距離は600キロも離れています。広志林、Hamama City, Japan, January the 5th, 2023.右下の動画はですね、日本上空で撮られたと言われている、いた UFO ということになります。日付は2018年の8月です。で、私はこの動画のことをかなり以前に知っていましたが、クエスチョンマークをつけていました。ところがですね、それから約2年後ですよね、2年と4ヶ月後にですね、2020年の12月30日にですね、左上のような UFO がですね、中国、上海だったと思うんですけども、それから韓国、さらに日本の九州ですね、から日本の本州あたりでもですね、京都南というふうに書いてありましたけども、左上のような UFO が目撃され、そして動画に撮影されたり、写真に撮影されたりしていたわけです。で、この両者を比べるとですね、大変よく似ているということなんですよね。で、左上の UFO はですね、中国、韓国、日本、京都でも撮影されているという点でですね、信憑性が極めて高いイコール本物と考えてよいわけです。となると右下の UFO もですね、大変よく似ているという意味においてですね、本物と考えてよいのではないでしょうかということになります。宮崎県の立花天文台の台長の方はですね、これはロケットの噴煙によるものだと説明しておられますが、本当にそうでしょうかということになるわけですけども、これがですね、当日といいますか、韓国政府が発表したロケットの発射実験の時の様子です。これはロケットですよね。下から上に上がっていって、そして墜落してきたということです。それはわかります。これはしかし、これは韓国国内でのロケット発射実験なんですよね。それがどうして京都や宮崎県で目撃されたかということになるわけです。まあその
その天文台のですね、台帳の説明には無理があるということになります。で、中国でも同じように、このように撮影されていることですね。しかもこの光というのはですね、ロケットの噴煙によるものではなくてですね、円錐形になっていますね。つまりラッパのようになっていて、そのラッパの中がですね、空洞のようになっている風様もですね、この写真から見て取ることができます。何よりも奇妙な点はですね、その開口現象の下にですね、紐のようなものが撮影されているという点です。この紐のようなものについては、記憶にありました。クレアモントで撮影された開口現象です。話を戻します。 USA のクレアモントで大変奇妙な物体が撮影されていました。時期は2013年の初め頃と思われます。 Google Earth の写真の中に写り込んでいました。それをこれから皆さんに紹介しますけども、この物体がですね、何であるかということなんですけども、当初ですね、私この動画を発表しましたら、風船だというふうに視聴なさる方が数多くいらっしゃいました。しかしですね、Google の写真というのはですね、はるか高い宇宙から撮っているわけですよね。その宇宙から見て、例えば風船の高さというのはせいぜい200メートルとか、高くても300メートル、400メートルですよね。宇宙から見ればですね、地上もですね、200メートル、300メートル、500メートルも、つまりは同じ距離だということですよね。そういう中にあってですね、これからご覧いただくような物体が映り込んでいたということはですね、もしそれが本当に風船、つまりはアドバルーンのような風船で、ような風船であるとするならばですね、巨大なアドバルーンということになるわけです。例えばこの宇宙から見てね、このように映っているということはですね、家の大きさと比べても、その家の大きさよりも大きいアドバルーンということになるわけです。で、今日はですね、ここでこの風船にですね、風船じゃありませんけど UFO らしきものなんですけどもね、紐がついている点に注意してください。全てについているわけじゃないんですけども、紐のようなものがついているのも映っていたということですね。で、この紐ということで先ほど紹介しましたね。今回2023年、22年の11月12月ですね、30日に撮影された UFO とですね、類似点、共通点があるんじゃないかと思います。この時は、紐についてはですね、つまりはあまり注意を払わなかったんですけども、これが風船だというふうにですね、視聴なさった方も多いわけですけども、またそのような視点でね、私の動画に対して否定的な動画も発表されていたようですけども、紐といってもですね、これ途中で切れてるんですよね。もしこれが紐であるならば、ずっとね、その地上まで伸びているはずなんですけども、それがないということですね。また紐があるのもあるし、ないのもあるということで、紐説は消えたと思います。また風船説も消えたということですね。で、これはやはり宇宙から撮った写真の特性なんですけども、横から見るとですね、いわゆるストリートビュー的に見るとですね、地上に張り付いているように見えるわけですよね。しかしこれは張り付いているわけではなくて、その写真の特性ということになるわけですね。例えば東京タワーをですね、このような角度で撮りますと、東京タワーですらもですね、地上にペタッと張り付いているように見えるわけです。ですからこれは奇妙な物体ということですけども、要するに UFO ということですね。そしてこの形と同じ UFO がですね、その後いろんな場面で、その他の UFO と、形、色、その雰囲気がですね、一致したということで、これはもう UFO と断定して良いのではないでしょうか。ナンバー551ですから、私が2012年、13年にかけて、制作した
動画ということになります。まあ、それにこのような物体が映っていたということなんですけども、やはりここで注意していただきたいことはですね、紐なんですよね。でもちょっと何を説明しているかというと、太陽はですね、太陽光線の方向を、まあ、見ながらですね、この物体は何であるかということなんですけども、まあ、奇妙なことにその反対側もやや光っているということですね。ですから、まあ、これは球形の UFO ということになるわけです。形がぼんやりしているのですね、その後、例えばボイド・ブッシュがですね、指摘してますように、まあ、こうした UFO はですね、飛行中は、まあ、パワーアップするとですね、何かしらの現象によってですね、まあ、その飛行物体そのものがですね、このようにぼんやりするということを、まあ、ボイド・ブッシュは説明しています。ですから、まあ、それもね、だん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 その後ですね、この後、いろんなその現象と、まあ、つながっていったということになります。まあ、クレアモントのこの、まあ、球形 UFO はですね、そういう意味でも非常に重要な、と言いますか、資料となりました。で、まあ、この UFO にもですね、紐がついて、紐らしきものですね、がついているということです。まあ、今日は紹介できませんでしたけども、ブラジルで、撮影された UFO にも、やはり同じような紐のようなものがついていました。で、その紐からですね、小型の UFO が分離していく様子も撮影されています。まあ、紐という点からしてもですね、紐らしきものという点からしてもですね、繰り返しになりますけども、韓国のですね、ロケット実験による、まあ、その先まで紹介してきました、その、奇妙なその物体がですね、少なくとも消去法的に考えればですね、韓国の、まあ、韓国軍によるロケットの実験ではないということになるのではないでしょうか、ということになります。まあ、クレアモントの今、その休憩、まあ、その球形ってまあこれは斜めから見ているものですからね、楕円形になってますけども、真上から見れば球形です。そして地上に張り付いているように見えるわけですよね。つまり繰り返しになりますけども、もしこれが風船だとするならばですね、極めて大きな風船ということになるわけでありますし、この今、これは森本聡さんに調べていただいたんですけども、今ピンが打ってありますね。その位置にその物体が映り込んでいたということです。まあ、ちょうどね、位置的にはですね、真東、真西を向いていたところに並んで、まあ、変態を組んでいて飛んでいたということになりますね。やはりここでもですね、2機ずつがですね、変態を組んでいたという意味においてですね、いわゆるツイン型と言いますか、いわゆるまあ、大変こうなります。それ後ね、その後、例えば、ワシントンパニック事件においても2機ずつ並んで飛んでましたし、直近ではですね、私の勉強会においてくださる途中でですね、岐阜県可児市のですね、鈴木 Y さんがですね、中津川市上空で撮られた UFO もですね、やはり2機ずつの編隊を組んでいました。それからエリア50で撮られた写真もですね、2機ずつの編隊になっていたというふうにしてですね、まあ、クレアモントのこの事件がですね、その後、いろんな事件とつながっていったということになります。その原点にあるのは、やはりこのクレアモントのこの UFO 事件というか、UFO ということになるわけですね。なおかつ、フォートワースでね、なんて言いますか、爆発的な事件が起きたことがありますけどもね、その時にもこの形の物体がですね、そのフォートワースの上空に現れていました。で、これは東京タワーなんですけど、真上から見るとこうなんですけどもね、まあ、これをずっと視点をですね、地上に下ろしてみるとですね、べったりと張り付いて見えるというところをですね、皆さんにも確認していただきたいと思います。つまりですね、まあ、このような方向から、角度から見たときにですね、地上に張り付いているように見えるからといって、地上に張り付いているわけではないということです。ただし、高度はわかりません。極めてね、カメラを積んでいた衛星に近いところにを飛んでいたのか、あるいは本当に地上スレスレを飛んでいたか、ということかどうかについては分かりませんが、しかし、まあ、こうした物体がですね、少なくとも撮影した宇宙船と地上の間に、映り込んでいたということになります。ここではですね、やはりここで紐を見ていただきたいんですけども、右の写真を見ていただくとですね、やはり紐らしきものが撮影されているのが分かります。で、これを、まあ、風船説を唱える方は、これが紐であるからアドバルンだとおっしゃってますけども、それはありえないということです。結論ということになりますが、上の頂点、まあ、円錐形なんですけどもね、その頂点の部分から光を放っているように見えますが、この光もまた極めて不思議な光なんですよね。ずっとまあその円錐形にですね、光が下へ降りてくるわけですけども、途中で、まあ、水平にですね、切れていますね。この現象はですね、つまりはこのエイリアンテクノロジーの一つではないかと思います。というのは、
空中から光を発したとしますね。それが途中で綺麗に水平にですね、光が途切れるということは、普通私たちが地上、この地球でね、人間が経験する光ではありえないということになるわけです。続いてですね、ノルウェースパイラルの動画をつなげておきますけども、このノルウェースパイラルについてはですね、まあ、ロケットの噴射説が有力であり、私もそのロケットの噴射説については納得しています。という意味においてですね、ノルウェースパイラルの動画をどうかご覧になってください。Mr. James Obeluk, Norway, write about the Norway spiral as follows. In northern Norway in December, the sun never rises. For a few hours around the noon, the southern sky glows with bright twilight of the hidden sun passing just below the horizon. ButHuman activity remains fixed on artificial timekeeping technology, and on December the 9th, 2009, residents awoke on schedule to prepare for work and school. Many were outside shortly before 8 a.m., the sky still dark when an amazing light rose into the eastern sky,where the sun would have appeared in a different season. But it wasn't a single bright shining orb they saw. It was an amazing spinning spiral that left a blue trail and lingered a few dozen seconds and then was swallowed up by a totally black nothingness.2009年の12月9日、太陽が昇らないノルウェーの朝のことでした。突然東の空に奇妙な螺旋模様が現れました。俗に言うノルウェー螺旋と呼ばれている事件です。それについてジェームズ・オベルグ氏自身からこんなメールが届きました。Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. ノルウェースパイラル10周年を記念して発行した論文です。どうか見てください。ジェームズ・オベルグより2021年7月6日So-called Norway Spiral of December the 9th, 2009, which was observed over Norway, was created by a Russian sub-launched ICBM, as has been proven with evidence by Mr. Jim Oberg. Here in this video, I, Hiroshi Hayashi, has been honored to introduce his article with his special grant to publish it with my translation. 2009年12月9日にノルウェー上空で目撃された通称ノルウェー螺旋。ノルウェー螺旋について、それはロシアの ICBM 実験の際に起きた失敗によるものだという報告がジム・オベルグ氏より届いています。私林博氏は氏の特別許可をいただき、ジム・オベルグ氏の論文を私の翻訳を添えてここに紹介できることを大変光栄に思います。広志林浜松市ジャパン。Thank you.
で結論ということになります。ジェームズ・オベルグ氏自身はですね、綿密な調査と研究結果によりですね、このノルウェースパイラルはロシアのミサイルの発射実験失敗によって起こされた現象であると結論付けています。でこうした場合ですね、まあ、いろんなふうに考えられるわけですけども、このような綿密な研究論文がある以上、つまりそれがですね、つまりロシアのミサイル発射事件の失敗ではないということが証明されない限りですよね、まあ、証明されない限りですよね、つまりは次のステップへと進むことができないということです。つまりこれがですね、 UFO 現象によるものなのかどうかというその一歩手前で、つまりは止まってしまう、思考が止まってしまう、まあ、研究が止まってしまうということになるわけです。で、この、まあ、こうしたジェームズ・オベルグ氏のような意見に対してね、ノルウェーの人たちはそれはおかしい、そうではないんだ、そんなはずはないというような、まあ、対立した意見がですね、今の今も続いているということになります。まあ、その判断はですね、つまりはノルウェーの人たち自身がなさることであり、同時にそれをですね、遠く日本から見ている私たち日本人にしてみればですね、まあ、ある意味でロシアとノルウェーの問題ということになるのかもしれません。ともかくも、その、って言いますかね、あの当時よく騒がれましたね、ノルウェースパイラルについてはですね、それが何であったかということは、まあ、結局は今のところ不明、わからない、謎ということになるのではないでしょうか。まあ、このようなね、論文を今日送っていただきましたので、皆さんに紹介することにしました。まあ、確かにロケットが宇宙で爆発するとですね、このような螺旋模様を描くということはよく知られています。ロケット本体がですね、くるくると回りながら爆発することによる、まあ、こうした現象ということになるわけです。まあ、つまり繰り返しになりますけれども、ロケットの発射実験失敗ではないということが証明されない限りですね、つまりはそれ以上の議論は意味がないと言っても過言ではないです。まあ、つまりですね、これは私たちが UFO 研究をする上においても大変こう示唆的な意味においてですね、重要な意味を持つ論文ではないかと思います。つまりですね、それが UFO であるかないかということを判断するときにはですね、例えば私の部屋に現れた UFO についてもですね、それがゴミでない、ホコリでない、虫でないということが証明されない限り、次のステップへとは進めないということになるわけです。まあ、もう一言付け加えるならばですね、つまりはその情報の出所が確かなものであるということを証明しない限り、それが証明されない限り、次のステップへ進むことができないということになるのではないでしょうか。またそういう視点でね、私たちは常に UFO 現象なるものをですね、慎重に捉えていく必要があるということです。でないとですね、つまりこの場合は、まあ、つまりは UFO では UFO 現象ではないかというノルウェーの方の一般の意見に反しですね、ジェームズ・オベルグ氏自身がですね、実はあれはロシアのロケットの発射実験の失敗によるものだということを、まあ、このような意見を述べておられるわけです。ちょうどその反対側の立場でね、まあ、つまりそれがその UFO であるかないかということを逆に今度は証明するためにはですね、まあ、それ以外の可能性を一応全て消した上でないと、つまりそれ以上の研究ができないということです。ということだけは正しいと私は考えています。では今日の動画これで失礼します。Bye for now.
結論ということになります。左はですね、2016年頃北海で撮影された UFO です。右はですね、2020年頃日本上空で現れた UFO ということになります。ともに最初に私が見たときにはですね、この両者とも偽物であると判断していました。ところがですね、左の UFO とですね、右の UFO を比べてみるとですね、全く同じであることが分かりました。上下逆さまにして左右反転しました。で、こうして比べてくださるとですね、皆さんもその事実に納得していただけると思います。ただやや傾きが違うと思いますので、左の方が全体に太く見えるということですね。で、細かいところを精査してみてください。私は全く同じと判断しました。2016年と2020年4年の歳月を超えてですね、このように形が似るということは偶然ではありえないということです。つまりこれら両者は同じということになります。となるとですね、ソクラテスの弁証法じゃないですけども、両方とも本物なのか、両方とも偽物なのかということになりますけども、この両者の間には接点がありませんので、私林浩司は両方とも同じもの、つまり両方とも同じ巨大、いわゆる UFO 母船であると判断しました。